ああ、相変わらず早いっすね、瞑想行きさん、どうもどうも。ワプコツ、ワキュコツ ワキュコツ、どうもです。こんばんまろう、よう、こんばんは、どうもありがとうございます。瞑想キクリンさん、おばんでございます。毎度、流浪の番組、藤丸の、はかはかしながら、アップデート枠。なんかもうね、何日か前にね、来ちゃってたんですけど、なかなか確認できませんで、やっと今、マイクロ SD に仕込んで、レトロフリークちゃんのね、この可愛いお尻の穴にピュッとこう、座薬をこう押し込むかのようにね、結構ね、なんだろう、マイクロ SD のさ、入れるところってこう、カチッってこう、一回、カチッって行ったら入って、で、もう一回カチッって行くとこう、ビョーンって戻ってくるじゃないですか。そのなんか、ビョーン戻りのそのバネの強さっていう、結構強いやつってあるじゃないですか。うちのこの子ね、割と強めで、一回この16ギガね、ピョーン言って、あ俺の4時間半っつって、だいぶ焦りましたけども、まあ、無事ね、発見しましてですね。皆さんも気をつけてください、この子割となんつうの、この、お尻の力強いですから。ああ、気をつけてください。はい。ということで、バージョン 1.2、こちらの方ですね、ビビュッと、ね、お尻から、このレトロフリクちゃんの脳みそまで、ズキューンと実行。はい。端子がいかれて修理に出しましたわ。ざまーざまー。はい。ということでね。いたわってくださいね。優しく、優しく。ね。あ、早い !4 秒後に再起動でございます。そう、ひどかったですね。すいません。ごめんなさい。許してください。まあ、別に許してもらわなくてもいいですけど、噛んだ。シャットダウン中。この場合は画面はどうなる？大丈夫？戻った？復帰した？俺の目には復帰して、あ、大丈夫かな？大丈夫かな？はい。まあね、どうなんですかね？この機械ね。まあ、だいぶね、本体は新しいですけど、このお相手するのがね、老兵ばかりじゃないですか、この なんかさ、例えが今日ちょっとなんかあれだな、あまりよろしくないな。古い、新しいハードなんだけど、実際こうね、こう、刺さなきゃいけないのは古いもんじゃないですか。ね、そっちの方に問題があるとね、俺思うんだけどね。問いする。はい。アップデート、また出たね。これ、アダプターのアップデートの意味がよくわかってないですけど、まあ、はい。こっちにも何か、ソフトウェア的なものがあるんでしょうかね。このカートリッジアダプター側にもね。はい。無事アップデート完了いたしました。これアップデーターっていうか、なんかあれかね。システムで、どっかにあんのかな。あ、システム情報ってあるね。大丈夫ですね。アプリケーション、バージョン1.2となりました。ビルド2627。はい。ということでございまして、システム的には変わってないんですね。アプリケーションとシステムの差が、どっからどう区分けされてるのかよくわかんないですけど、まあ、多分、だからシステムっていうのが OS？ Android 部分なのかね。で、アプリケーションっていうのが、要はエミュレーター側のアップデートってことでいいんでしょうかね、きっとね。はい。で、なんか噂によるとですね、前回、放送でいろいろ前回前々回ちょっとやりましたけども、ゲームボーイアドバンスの音がちょっと、ね、いちいちこの、一回ゲーム始めてからメニューに戻って出力設定開けば若干良くなるとか、なんかそんなことをやってたんですけど、その辺がね、もしかしたら改善されてるかもしれませんということで、ちょっとやってみましょうか、そしたら。はい。何が分かりやすいかな。あ、メトロイドのオープニングの音とかも結構ひどかったよね。ちょっとこれやってみましょうか。はい。
さあどうでしょう、メトロイド。あー、うーん、そうね、ちょっと分かりづらかったかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、何が分かりやすいかな。あ、違う違う、間違った間違った間違った、ちょっと分かりづらかったね。これ一回リセットすればいいか。こんなもんかね。まあ音割りはだいぶ良くなったね。今ちなみに、ちなみに、いや前はね、もう聞いたらもうすぐ分かるぐらいには悪かったんですよ。あの音割れまくりな感じで、はい。まあ詳しくはね、あの前回の放送をアーカイブというか YouTube の方に、HD 版ということでちょっとあの高画質高音質版を上げておりますので、気になる方はそちらをどうぞ。オーディオレイテンシー、これオンにしてどうかってとこですよね。まああんま変わんないか、あんま変わんないかな。ちょっと待ってね。したら良くなった気がする。これはまあやっぱり一番わかりやすいのは、やっぱりあれですかね。これですかね。あんまやりたくないんだけどな、人前で。あんまりこのゲーム人前でやりたくない。やっぱおひげかな。おひげでわかるかね。さあ行きますよ。ちょっとあんまり喋れなくなります、これこのゲームやると。ポン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 、あ、いいんじゃないの。ポン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 、あ、ポン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 ポポポポポン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 ポポポポポン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 ポポポポポンポポポポポン、音いいんじゃない。ポポポポポンポンポポポポポンポポポポポンポポポポポポン、ちょっとミスった。ポポ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 、2本ミスったな。これをこれ今ねレイテンシーオンなんですよ、ハイレベルね。でこれでレイテンシーを、オーディオレイテンシー軽減を、あ、今オフだったのか、あれ今オフだったんだよ。オンにしてみましょうか。あれ今オフでも全然いけてたよね。じゃあオンにし、あれ違う、オン。あれ今オン、あれさっきオンにしなかったっけか。まあいいや。もう一回やってみましょう。ごめんね。ちょっともう一回、ちょっとくどいですけど。オンってことはもっと良くなってるってことだよね。オフであのレベルだったら全然問題ないんじゃないの、もう。ね。全然いけるね。ポン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 、あー、ミスった。ポン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 、全然大丈夫だね。わかった。はい。したら、これ全然オフでもいけてたってこと、オフでいいんじゃない、したらね。
あ、放送配信だから先、音が先に聞こえる。あら、そうですか。ちょっとじゃあまあ、その辺のシビアなところ、タイミング的なところはね、ちょっと、後で動画で見ていただくにして、音質ですね、音質。このオーディオレイテンシーを、の軽減をオンにすると、絵と音のズレが、緩和されるんですけど、その分若干音が悪くなりますよっていうのがもう、マニュアル記載であるんですよ。はい。だから音質若干規制、犠牲にして、レイテンシーをよくするにはオンなんですけど、だから音ゲーとかはオンの方が絶対いいんですけど、オフにする、しても、なんか今さっきオフで全然ゲームできてたから、そこまでし、前はね、全然ダメだったんですよ、オフだと。ズレズレな上に音我々だったので、だいぶこれは良くなったという判断でいいんじゃないでしょうかという。じゃあ他にもう一本ぐらい何か、なんだろう、何が分かりやすいかな。スーマリとかすげえ分かりやすいんじゃない?あれ?あ、バグってるっていうね。あれ、ちょっと、あれどうしたのかな?リセットしてみようかな。あ、全然大丈夫ですね。あ、全然いけてる。前回も全然もうね、全然ひどかったもん。音が。あ、キノコが取れない。やだ。こっちか。ああ。あ、全然いいよ、全然いいよ、これ。ああ、プレイできるレベルですね。あ、非常にいいんじゃないでしょうか。あ。あ、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、あ、あ、いけ!あっと!お約束すぎるだろ。しかもワンナップできなかった。はい。あ、配信だと音ずれちゃう。これ、一回、ブラウザ更新してもダメですか?音ずれ。結構ね、音のずれは、ブラウザを再読み込みすると、若干良くなったりしますけどね。はい。まあ、そこはちょっと、ゲームとまた関係ないとこなんで。あ、ダメでした。それはもうニコニコに文句言って。はい。あとね、もう一つね、一応聞いたところによりますとですね、スーパーファミコンの、あれ、平成新鬼ヶ島後編を入れたのに前編って言われちゃうっていうバグがあったんですけど、それが治ってるっていう。あ、後編になってる、ちゃんと。前回までこれね、前編になってたんですよ。うん。これがちゃんと後編に書き換わってますね。よかったよかった。はい。これちょっとまあ、バグっていうか認識がちょっとね、ミスってたっていう。はい。やべ、この配信見てないと思うけどね。はい。ゲーム始める。はい。ということで、まあ、これはタイトルの表示だけだったので、はい。まあ、ちゃんと直ってるってことですね。あとはね、ちょっと前回俺んとこで発覚したもので直ったっていうのはね、一応バージョンアップの内容的にはなかったんだけど、まあ、ちょっとスーファミで言ったらね、どれだっけ?あ、あれだ。スーパーファミリーテニス。これがね、ビガビガだったんですけど、これがどうなってるかちょっと見てみますか。多分ね、変わってないと思うんだけどな。ちょっと待ってね、これリセットしますね、一回。あー、ひどい。これは、変わりなしですね。ビガ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 。ダメですね。あ、ちなみに、あ、じゃあちょっと一回ファミコンに戻るか。ファミコンのテニスと、ファミリーテニスとファミリーボクシングもダメだったんですけど、これどっちも一応僕実機持ってるので、実機で確認したんですけど、実機においては、
実機では全く問題ないです。だからソフトが壊れてるってことはないと思うんですよね。で、名前がちゃんと出てるってことは一応認識もうまくいってるとは思いたいんですけど、でも残念ながらファミリーテニス、こんな状態なんですよね。残念ながら。これ、左半分どうしたっていう。はい。できなくないんですけど、これ一回リセットしてみようか。あ、もうね、タイトルのもう、そのナムコってそのテニスボールの周辺がおかしいもんね。ダメっすね。うん。マケロー対ナブラッチ。ひどいもの、ほら。はい、ナブラッチ。ちょっとダメですね。で、あと、まあ、これだと多分ボクシングもダメかな。ファミリーボクシングもですね。残念ながら。再インストールしたんです、もうすでに。一回SD カードからデータ消して、っていう模様も前回の放送でお見せしたんですけど、買わなかったんですよね。残念ながら。で、ちなみに、ファミリーボクシングがですね、一応黄色いおっさんいるでしょ？黄色いおっさん。黄色いおっさんもレトルフリック買ったんですけど、で、この間ちょっと話したんですけど、やっぱりファミリーボクシング同じでした。真っ暗、深淵だったって。深淵プレイだったって言ってました。はい。なので、もう、ちょっとおっさん二人とも同じ症状出てるってことは多分もう、はい。もう、アップデート待ちかなっていうとこですね。これファミリーボクシングすごい好きなんで、ちょっとどうにかしてほしいですね。難しい。はい。無理。無理無理無理。あと何でしたかね？あとなんかあったよね。なんか、ちょっとおかしいよっていうの。あとなんだっけな。なんか変なやつあったんだよな。マンヌスのパンチアウト。なんだっけな。何かがおかしかったんだよな。あ、思い出せない。あ、ファミリーサーキットがおかしかった、そういえば。そうそうそう、サーキット系ね。ファミリーサーキット91の、右下の、ね、これメーターがおかしいんだよ、ほら。ね。わかりますかね？右下のスピードメーターが変なんですよ。ね。一回、まあ一応一回リセットしてみようか。ここまではいいんだけど、フリーランスタート。右下がおかしいんだよ。さっきの音設定オンにしたら音ずれ治る。いや、もう、その配信のこのずれは、ニコニコの問題じゃないの？違う。今、俺プレイしててずれてる感じは全くないです。全く。全然、全くずれてないです。このピッ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 、全然ずれてない。できなくはない。もちろん、そうですね。できないレベルではないんですけど。あとなんかね、なんだっけな。なんかなかったっけ？おかしかったやつ。なんかもう一個ビカビカ系があった気がする。あれスーパーファミコンかな？なんだっけな。何かすごいビカビカ系があった気がするんだけど。なんで、メーターだけ超難易度プログラムってことはあるのかな？なんだっけなぁ。プロレス？プロレスだっけ？スーパーファイアプロレスリングでしたっけ？そうだっけ？リセット。そうだったかな？来い。
ああ、びっくりした。エキシビジョンマッチシングル、マサ、伊達、なんか問題なさそうだね。これじゃないか、もう一本の方か、3じゃなくてあっちの方か、スペシャルの方か。いやもうなんかそんな気がしないでもないんだけどね。どうだったかな覚えてないな。なんかもう一個でもビガビガしてたのあったよね。まあでもなんかこの流れからすると治ってなさそうだけどね。どうなんでしょうか。あーこれか、これだわ、これだ、この画面だわね。あ、治った。あれ途中から治ったけど、どういうことどういうことでしょうか。途中で治りましたね。あ、また、あ、旗本武藤剣、キラーブラスター、ナイトブラスター、前回もそうだったな。ああ、はい。なんかよくわかんないですね。あとはね、アップデート的には、いや、読み込みの段階でおかしいかったらもっとひどいことなってそうだけどね。これエミュレーターのせいじゃないかな。まあ、まだ発売されて間もないので、これからアップデート、ね、あの不具合報告受けてアップデートが行われることにを期待したいですけど、アドバンスじゃなくって、なんだっけな。あ、間違った。PC エンジンは特に問題なかったもんね。まあだから一応器用がダメだったっつったけどね。全部、あの、ソフト、持ってるソフト被ってるわけじゃないから、全部は、の確認は。あ、そうだ！ウィザードリーの敵キャラが表示されないバグがあるらしいんですよ。敵とそういえば戦闘してなかったもんね。なんか敵キャラがね、表示されねえってなんかね、ツイッターで誰か言ってたわ。出るね。全然出るね。問題ないな。なんか敵キャラ全く出ないみたいなこと言ってたから、じゃそれは治ったってことなのか、それともそのツイートした人の読み込みがダメだったのかですかね。あ、ちなみにこのキャラクター俺が作ったキャラクターじゃないんだよ。誰かが、はい。ミルク、明治ブラスター、本当お前。本当か？こんなとこで明治ブラスター出る？ピロッピロッだろお前。一回でお前、明治ブラスターとかねえだろ。はい。まあそんなとこですかね。今回のアップデートは。一応ちょっとマニュアルを、ゲームの設定かな？あの、ここですね、今、あの真ん中下ぐらいに書いてるんですけど、オーディオレイテンシー低減バージョン 1.1 っていうところがあるんですけど、音の遅延を、通常の3分の1に低減するんだけど、ゲームによっては音質が低下しますよっていうところなんですよね。だけど今やってみた感じだとそこまで音の差が、音の差もその、なんだろうな、遅れの差も、よくわかんなかったんで、まあ気にならない限りは
オフでいいんじゃないかなっていうレベルではありますね。はい。まあ、ただ、前回まではね、バージョン 1.1 までだと、もう全然話になんない感じでしたので。はい。で、右下に FM 音源、マーク3って書いてますけど、これ、現状ですね、マーク3、セガマーク3のカートリッジは刺さらないんですけど、もう公式で、発表になってるっていうか、この箱にね、入ってました、開封動画見てもらえばわかるんですけど、アダプターがまた出ます。はい。要するに、メガアダプターですね。で、純正のメガアダプターあるでしょ？今コメントにもありましたけど、純正のメガアダプター挿しても、ちゃんと読めます。ただ、カートリッジがね、メガドライブの、ここに入っちゃうんですって。MK3、カッコ MK3 って。ここに入っちゃうらしいので、はい。多分だからメガアダプターっていうかその純正のアダプターが出たら、このメニューもちょっと拡張されるアップデートが施されるんじゃないかな。多分。ゲームギアとマーク3に対応するのかな。まあ、あと、まあ、カードね。なんだっけ。まあ、セガのそのカードがあるんですけど、それが対応になるっていうことでしたね。はい。純正アダプター、純正のメガアダプターでは不具合が出る。どうなんですかね。すごいな、マーク3のイースを知っているとかってちょっとなかなか、さすが俺の放送、おっさん率高えなって感じしますけど。なんで今そのハタハタ寿司の、好き嫌いを聞かれてるのかが全然意味がわかんないですよ。このタイミングで。全くこのすごいタイミングで来たなぁ思って今、びっくりしたんですけどね。はい。俺の中で36はおっさんじゃないって思ってますけどね。はい。MSX もいつか対応になったらいいですけどね。まあ、ハードウェアスペック的にはね、これ、要はカートリッジアダプターって扱いですから、で、本体はこのね、中のちっちゃいこの子ですから、別のカートリッジアダプターをに付け替えることにより、MSX の対応は可能でしょうね、もちろんね。CPU スペック的には、問題なく。Android で動く、要は MSX の、エミュレーターがあればいいってことだからね。うん。5歳しかとか言ってる。5歳の、5年の重みを知らんと見える。うん、イースのプレステ4って、そんなん出んの？まあね、ちょっとイースといえばやっぱ我々的にはやっぱ CD ROM の、PC エンジン CD ROM のものはやっぱイース。ワン、ツー。以外をイースだとあんまり思ってないですけど、僕。僕、88じゃない、98か。98で、人んちでイース、あれ結構イースって簡単にクリアできちゃうじゃないですか。ね。3、4日通い、友達んち通えばクリアできるぐらいじゃないですか。言うて。俺なんかね、誰んちだっけかな。誰かんちで俺クリアしたぞ。88だか98だかどっちだか忘れたけど。で、ああ、イースってすごいなんかサクサクできるこんなゲームもあるんだな、つって。はい。で、その後出たやっぱりその PC エンジンのイース1-2見た時の衝撃たるやっていうね。うおーってなりましたけど。はい。そんなわけでございました。僕ね、ちょっと毎度言ってますけど、このダンジョンエクスプローラーっていうゲームがすごい好きで、近々、これ、ダンジョンエクスプローラーを素材として、題材として、ちょっと比較動画作りたいなと思って、
ただね、今実機がないんで、PC エンジンの。実機がないからね、そこどうしようかなと思って、さっきもね、黄色いおっさんに電話して、電話中がスカイプ繋いで、ちょっと、お前、ちょっと実機の動画データよこせや、つって。実機パートお前撮って俺によこせ、つって。それ以外の、レトロフリークと、一応僕今考えてるのが、バーチャルコンソール版Wii と Wii U の、はい。と、実機レトロフリーク、バーチャルコンソールと Wii U バーチャルコンソール、そして、一応プレステ3のね、アーカイブスでも、ダンジョンエクスプローラー動くんで、この5機種で、ちょっと比較動画撮りたいなと思ってます。まあ、別に動画撮んなくてもいいんだけど、俺個人的にすげえ気になるんで。どれがよりエクスプローラーなのかっていう。はい。どれがよりこの、マスコミュージックワールドにこう、ドットインできるのかっていうね。はい。それをちょっと私の耳で判定したいなと。検証じゃないな、そうなるとな。より俺の好みなのはどれかっていう。はい。すごい、なんだろうな。需要ないと思うんですけど。めっちゃ需要ないと思うんですけど、それはね、ちょっとやって、だってもうこれね、好きなんだもんだって。この、BGM が、音楽が。俺もうね、もう、ずっと、ローテーションでこの作業 BGM として、何回聞いたかな？何回聞いたかわからん。神曲だらけですよ、これ。やっぱりこの俺、レトロフリーク何のために買ったかってね、やっぱ PC エンジンの、この高音が割れてない音が聞きたくて買ったって側面だいぶでかいんだよね。これまあハドソンですけど、実際に作ってるのはアトラスですけどね。まああれですよね。まあ和製ガントレットって呼ばれましたけどね、当時はね。はい。そうそう、女神転生の作曲されたマスコさんが、はい。曲書かれてますね。PC エンジンのソフトね、なかなか、そうですね、道内だと、やっぱりハードオフの、ジャンクコーナーとかじゃないとなかなか見かけなくなっちゃいましたですね。やっぱりどうしても、そうなると通販に頼ってしまいますけれどもね。はい。まあ、あとね、音源的には、あれですかね、比較するとしたら、まあ、他にもやられてる方いるからちょっとあれなんですけど、やっぱり、あれですね、メガドラのね、ソーサリアンとかすごい、音の、ね、実機の出来がいいんで、このあたりとかね、別に比較動画としての需要がなくても、単純にその、音のね、需要はあるかもしれないなとは思いますけどね。ジャンクコーナー行ったらやばいっすよね、やっぱり時間何倍あっても足らないですよね。まあ、とりあえず、なんか、一通り見たくなるよね、ジャンクコーナー。僕もよく泊まりの出張とかだとね、とにかくね、その宿、まず宿決めが、まずその、最寄りに、こう歩いて行ける距離に、ゲーム中古屋さんがあるかないかで、この宿決定するみたいな。で、もう頑張って早く仕事やっつけて、で、中古屋さん行くっていうね、見知らない土地の。やっぱね、違う土地の中古ゲーム屋さんってラインナップ全然違うんだよね。すげえもうテンション上がるんだよな。
そんなわけでございまして、今日はちょっとあんまりまあ、アップデートだけだったんで、ね、インストールとかじゃないんで、特にもうやることないんですけど。はい。あとね、ちょっと、あれですわ。前もちょっと放送で、お伝え何度かしているし、ツイッターでも何度か公開、告知してますけど、12月19日札幌で、まさかのお礼イベントがあるんで、はい。まさかの、はい。藤丸のデタラメナイツっていうね、イベントを行いますので、チケットね、ま、ちょいちょいは、まだ全然あるんで、もしね、興味ある方は、来ていただければ、何やるのって言われたらね、非常に、猫かまさんはもう来てくれるものと、はい、信じて疑ってませんけど、はい、遠いわーって、もう完全に棒読みだからですよね。うん。ちょうどね、その頃、札幌はあれですよ。ホワイトイルミネーションとかやってますから。はい。観光がてらね、来ていただければ、嬉しいなと思います。一応三部制となっておりまして、はい。お昼スタートなんですけど、昼過ぎ。で、一部、二部、三部ってありまして、一部がですね、まあ、なんだろうな、いろいろ、もうほとんどトークイベント的なことになっちゃうと思います。第一部は。一応ね、なんだろうな、みんなこれこんなこと知りたいかどうかが非常にわかんないから、いろいろ皆さんのご意見聞きながら何するか決めたいなと思うんだけど、今のところ考えてるのは、まあ、いろいろ写真とかね、たくさん持っていって、俺がいつもどんな感じでゲーム実況作ってんのかっていうのとか、もし皆さん聞きたいってことであれば。あとなんだ、俺の生い立ちとか。これ聞きたいかな？これ知りたいかな？あんまり自信ないんだけど。あ、まあ、あとね、まあ、今まで、作った動画あるでしょ？まあ、それの、まあ、裏話ったって大した話ないんだけど、まあ、実際そのニコニコバーの中で、もちろん動画とかはね、自由に流せるんで、その辺は、はい、動画流しつつ、ああ、こん時そうそう、あれだったのよ、みたいな、はい、話はできるかなと、思ってます。はい。でね、箱がね、一応ね、25人入れんのかな？お客さん。25人の箱なんで、まあ、そんな、言うて広くないんですよ、そこまで。はい。でね、なんかマイクとか、こっちで準備しなくてもいいんですよねってね、確認したらね、あ、全然生声で大丈夫ですっていうぐらいな、すごい、なんだろう。はい。そんな感じなんで。いやね、和気あいあいとしたイベントと、なると思いますんで。それで、例えばお客さんが3人しかいないとこになったらね、もう、だいぶあれですよ。単純な、ただ俺となんか、喋るっていう、おっさんとなんかこう、近距離質疑応答会みたいな。小学校の教室までないんじゃないかな。俺ね、何度かそこで飲んだこと、2回ぐらい飲んだことありまして、初めて行った時は、俺がまだ秋田に住んでた頃、ツーリングで札幌に行って、で、ちょっとオフ会やりたいから、つって、現地のね、札幌のまあ、いわゆる残念王さんっていう方がいるんですけど、残念王さんに、おい、おいお前と、やい残念王、つって。
オフ会やるからちょっと場所準備 しろって言ったら、彼がチョイスしたのがそこのニコニコバーだったっていうね、うん、そこで初めて残念音あったんですけど、はあ、ダンジョンエクスプローラー残念ながらね、そうやってねやりたいところではあるんですけど、これね一応ねちゃんとした一応商用イベントでございますので、著作権的な何かがちょっとあらあらこれいいのかしらっていうことにねなるようなことはできないので、非常にやりたいところではあるんですけど、それちょっとねハドソンさん、今ではコナミか、コナミさんにちょっとねお許しを得ないとできないですね、残念ながら。でね、札幌の2個はそう狭いんだけど、なんでしょう、発祥の地なんですよね。ニコバーって今全国じゃないですけど、まあ、大きな都市にポツポツポツって5、6個あるのかな、あるんですけど、なんか札幌始まりらしいですよ。ツーリング動画も見たい。もしね、ね、337番さん来られるんであれば、その時ちょっとなんか見せろって言われた時に、いろいろこう出せるようには準備していこうかな。データはいっぱい持っていこうかなと思ってるんですけど。はい。で、まあ非常にまあそういう意味でクローズな空間でのイベントになるんで、まあ普段ね、大っぴらにね、ちょっと言えないようなこと。非常に私のプライベーティーなところとか、その辺のお話なんか別に全然してもいいかなと思ってるんで。はい。というのが第1部となります。あ、ごめんなさい。第1部はですね、ほいで未成年の方も参加できるようにっていうことで、アルコール出ません。はい、出ません。で、第2部からは一応アルコール出るのかな？一応なんか飲み方もつくって言ってたかな？はい。一応 URL 貼りましょうか。あれ？どこだっけな？これか？未成年なんているのかね？確かに。まあ、ちょっとお店的にはね、そこは一応そういう配慮も、されておりましてですね、詳しくはちょっとあんまり詳しいこと書いてないんですけど、時間とかねその辺第1部第2部第3部、何が出るのっていうのはそれをご覧いただければ書いてますんで、すいません、なんかもうすごいイベント番宣イベント宣伝になっちゃってますけどはい、だ2部はね、一応飲み放題がついてます。で、プラス5品、なんか、フードが出るらしいので、ただね、2部ではさすがに俺ちょっと、俺は飲まないと思います。なぜかというと、2部では一応僕のゲーム実況、生ゲーム実況ってことで、ちょっと、今、やらせてもらおうかなってことで、今、お話、ニコニコばあさんと、ちょっと詰めてる状態でございましてですね。まあ、もう、ちょっとね、まだ調整が取れてないからね、調整取れたらタイトル言おうと思ってたんだけど、まあ、もういいかなと思って。一応メーカーさんからは、全然言っていいよって言われてるんで、あれなんですけど、まあ、お察しの通りですね、まあ、先ほども言いましたけど、これゲームメーカーさんの許可取らないと、一応商業イベントなんてできないので、一応僕の方で直接、許可取りしましてですね。まあ、差しの言い方は、あれだと思うんですけど、まあ、UBI さんに。はい。ご利用しで、いやー、楽っすよー UBI さんマジでーっつって。なんかちょっとイベントやることになっちまってっすよー楽っすよーっつって、はい。まあ、そう、まあ、言うてね、スタープレイヤーなんで、俺。俺のスタープレイヤーってね、言われるっていうか、自分で言っても言われてもね、俺が引いちゃうんだよな。
ちょ、スタープレイやってって。うん。いや、でもほんとね、指合いさ、ほんとに、マジな話。めちゃめちゃなんつうの？うん、懐が深い。ほんとに。あのね、普通断るんだって。あの、ニコニコバーの方も言ってたけど、今までね、こういうイベントいろいろやってるけど、まあ、大体、どこから断られたっていうのは言わないけど、まあ、ちょっと、いわゆるその、ちゃんとしたって言ったら語弊がありますけど、普通の一般的なゲームメーカーさんは、大体、ダメだと。はい。ダメじゃないにしても、ちょっと条件、ちょっと割ときつかったりとか、らしいんです。はい。だから、そのニコニコバーとしても、イベントとしてそういう、イベントの中でのゲームやるって言ったら、まあ大体やれて、フリーゲーム。なんだそうです。なので、お店の方からも最初は、フリーゲーだったら多分、まあ実績あるんで、一応その作者の方に、ニコニコバーの方から連絡を取って、許諾取ることは、まあ、難しくは、そこまで難しくはないですよ、とも。あ、もちろんタイトルによるけど、まあまあ実績はありますよってことはおっしゃってくれてたんですよ。うん。まあなんですけどね。もう俺じゃん、俺。この、スタープレイヤーじゃないですか。じゃあ、スタープレイヤーっていうか、それ、スタープレイヤーどうでもいい。僕、振りゲー、じゃないじゃん。なんか言いたいことわかりますかね。俺とフリーゲーって全然なんか接点ないじゃん。なんか。ないでしょ。あんまりフリーゲーをやる実況者的イメージって全くないでしょ。うん。実際やらねえし、俺。やってねえし。うん。まあ、あのね、配信で、一応ね、そう、基本無料のゲーム、何本か、プレイさせてもらったことありますけど、まあ、その程度ですよね。ああ。なんで、ちょっとあんまり、まあ、それもね、ちゃんと基本無料と言ってたアイテム課金のゲームなんで、はい。そういうんじゃなくて、その一般の、その方々が、作られたフリーのゲームを実況プレイっていうのは一回もやったことないし。うん。なんで、まあそうじゃ、それはちょっと、それでイベントやるって言っても、まあもしね、足運んでくださった方が、これやるんってならないかなと思って。だったら別のことやった方がいいんじゃねえかと僕は思ったんで、だから指輪さんに当たってみてダメだったら、ちょっと違う。まあ、例えばなんだろう。なんか、ボードゲームはちょっと厳しいと思うんですけど。まあ、なんか、別のアナログゲームとかも考えたんですけど。でもなんかやっぱりこう、ゲーム実況者としてのこのね、くくりでのイベントなのに、ゲーム実況しないってあるかと思って。なんかその辺は、俺の変なこだわりかもしれないですけど、ちょっと嫌だなと思って。あやとりいいね。あやとりにすっかな、今から UBI さんに断って。さすがにちょっと、やっぱり第2部あやとりにすることしたんで、まあ、いっそはやっぱり、みたいな。殺されるわ。やるか。してできねえよ、あやとりとか。やったことねえよ。もうタイトル、プレステ4の、ゲームで、グローホームってご存知ですか？ UBI さんの。非常に可愛らしいゲームなんですけど。僕、やったことはないです。起動の確認まではしましたけど、やったことはないです。はい。それだったらいいよって言われたんですよ、UBI さんから。うん。それだったら全然 OK だよって。まあ、もちろんね、それは、そうは言っても、ここちょっと大事なとこなんで、ちゃんと聞いてほしいんですけど。
誰でもいいってわけじゃないよと。スタープレイヤーの藤丸さんだったら、まあ、グローフォームだったらいいよって。わかる？ここ大事だから。みんなもね、だから、あ、なんだ、グローフォームだったら、UBI さん全然 OK 出してくれるんだと思ったら大間違いだからね。ここちょっと強調しますよ。ここは、スタープレイヤーだから特別に OK だから。ね。ここ、もうあんまりね、これ言いたくないんだけどね。でもね、これごめんなさい。これはちゃんと言ってって言われてるんで。そこは。ね、UBI さんに迷惑かかるから。なんだお前、藤丸はいいのに俺はダメかみたいなね。抗議をね、指輪さんにされてもこれ困るからね。そこは。と、はあ、いうことで、グローホームというゲームを、一応初見プレイってことでやりたいので、事前にはやらず、一応起動確認だけしましたけど、実際プレイせずに、みんなと、やりたいなと思ってます。はい。なんで、まあ、もしね、その2部参加、してもいいよって方は、事前にそのグローホームを若干やって参加されるのもよし。それ俺と一緒にその初見の体で参加するもよしっていう。で、あれこれこうなんじゃないの、あんなんじゃないのとか言いながら、はい。ね。僕、基本的に説明書とか読まないんで、説明書班とか、買って出てもらったら誰かその説明書担当みたいなね。ことやってもらったりとか、どうしても困ったらウィキ担当とか、ウィキ班ちょっとって、ウィキ班これどうしたらいいのみたいなのを、現場でやり取りしながら、ちょっと遊んでいこうやないかと。はい。そういうのが第2部にしたいなと思ってます。はい。で、第3部は、もういよいよこれ、私も、ちょっと2部まで我慢しますんで、3部で、ぐでんぐでんになりたいなという、はい。おっさんのぐでんぐでんトークショーみたいな、ショーじゃないけど、もう完全に3部は、俺の中では、はい、ウェーイです。ウェーイ枠。何も考えてないです。はい。飲む！飲んで管巻くっていう。はい。三部はそれです。はい。生放送とかもったいなくてしないですね。そんな楽しいのね。放送したらやっぱりその時点でちょっと言える、なんていうのこの、やっぱ理性がこう働いてしまってちょっとね、こう、お口ミッフィーになっちゃう部分あるじゃないですか。ああ、なんで、そこは、ノン放送で行かせてもらいますんで。はい。ああね、ドレオのブレコですね、ほんとね。はい。こんな感じでやっていきたいと思いますんで。ぜひぜひ。いいですよ、一部で、ちょっとね、なかなか、こう、話せなかった、ことっていうか、なんて言うんだろう、もう、ダイレクトにいろんなこと聞いていただいても結構ですよ、ね。別に俺に聞くことなんもないと思うんだけど。22歳が言ったら浮かないから、全然浮かない。いや、ちょっと待って、俺の、一応、言っときますと、僕、今までね、札幌でっていうか、オフ会自体はね、結構やってるんですよ。初めてやったのは東京で一回やりまして、あの時はね、本当にもう俺とキヨが主催しまして、何人来てくれたっけ ?12、3人。一応基本的には生主さんあるいは動画主さん限定で、まあ、僕の方からお誘いした感じで、当時デモンズソウルの、実況動画なり放送なりされてる方々にお声掛けして集まっていただいたっていう。はい。あの時初めて、京さんとか、リーライ、葵ちゃん、あと誰いたっけな。鶴丸さんも来てくれたな、あの時。鶴丸さんとね、模写さん。はい。
ポチさんも来たな。まあ、ポチさんは全然秋田でね、会ってたから、あれでしたけどね。はい。っていうのを東京でもやってましたし、まあ、札幌でも3回ぐらいやったか、オフ会は。3、4回やってまして、全然若い人いますからね。うん。でも、さすがに飲み会なんで、こちらに書いてますけど、第3部は16歳未満の方は参加できないので、2部までの参加となります。はい。で、あとアルコールに関しても2部では出ると思うんですけど、一応未成年の方は、お酒は絶対、注文しないでねって、もしされたとしても、お店としても出しませんよっていう、ソフトドリンクだけになりますよっていう、一応そこはね、お店の決まりにのっとって、ルールにのっとって参加していただければと思います。なので、13歳のピザさん全然浮かないから、もしね、来ていただけるなればね、13歳対41歳ってことでね、全然受けて立ちますんで、はい。なんでしょう、腕相撲とか、やろおっさんのね、腕力のなさをね、はい、キャッチボールとか俺ちょっと無理なんで、はい。うん。いや、浮かない、全然浮かないよ。大丈夫。うん、まあ、ただ、13歳といえども、これ、ごめんなさい。俺がね、おいでおいでって言えるあれじゃないんで、ごめんなさい。チケット買わないと入れないんで、そこは、きっちり、お店の方にね、お金を、お支払いさえいただければ、勝手には入れないですけど、はい。チケットさえ買っていただけたら、はい。ええ、いいんじゃないでしょうか。金払っておっさんの腕相撲見ないかんのや。まあ確かにそうだけどね。でも実際そうなると思うよ。うん。一応だからね、なんか僕もいろいろ考えてやりますから。はい。これでもね、このイベントすごいっていうかひどいっていうかさ、基本丸投げなんですよ。おい藤丸と、お前なんかイベントやんねえかって、こう一応ね お声掛けいただいたのはすごく嬉しいですよ。でも嬉しいんですけど、あとあとどうぞですから、ご自由にですから基本まあそうね、前はだいたいこんな感じでやってたけどみたいな、一応そういうね、今までのやつはさらっと教えてもらいましたけど、あともどうぞですから。まあ、逆に言ってね、もう好きにやっていいってことですから。はい。まあ、だったらまあ好きなようにやらせてもらいますんで。はい。ただ今ね、ちょっとそのイベント会場的にね、どんなあれがあるかわかんないんですよ。モニターがあるのはね、もう行ったことがあるからわかってるんですけど。じゃあそれにね、パソコンつないでなんか自由にやれるのかとか、その辺がちょっとまだ機材繰りっていうかね、その辺が全然ちょっとまだ、分かってないので、その辺がまあ分かり次第、うん、ちょっと僕の方でもやることちょっと煮詰めていきますんで、はい、もしねお金と時間に余裕がある方は来ていただければと思いますね。はい。まあそんなわけでございますが、まあ今日のところはなんかこんな完全にもうイベントの告知になっちゃったんで、まあこれぐらいで編集に戻ろうかなと思うんですけど、なんかイベントで聞きたいこととかあります？逆になんか今のところちょっとね決まってる内容ってそんなないんですけど、それか逆にこれやってとかっていう、まあ著作権とかね、そういうの引っかかんない範囲でしかできないですけど、うん、俺の知り合いのおっさんに性格も行き止まり似てる、そのおっさんちょっと呼んで、うん、行く予定だけど転勤がないか、怖い、マジで。ソウルシリーズの好きなボストップ10。
あー、いやー、好きなボストップ10ね。あー、まあちょっと考えときますね。でもなんかあんまりその俺順番ってどうだろうな、なかなかつけがたいなって気はしますけどね。はい、そもそもイベントって何ぞ。あ、もう一応ね、さっきあの URL 貼ったんですけど、札幌で一応あの、まあ平たく言ったらトークライブになっちゃうんでしょうか。一応ゲーム実況もやるはやるんですけど、やりますんで、まあ、もし興味があればっていうところで、あのチケット余ってますまあちょっとね、あの販売開始からまあ一応1週間経ったか、1週間経ったんですけど、あはーって感じなんで、はい、まあ、全然あるんで、ぜひともお願いいたします。まあ、ぶっちゃけた話言いますと、あ、これまちょっとまだぶっちゃけない方がいいかな。ちょっと煮え切らなくて申し訳ないんだけど。カメラ講座ね、もしね、あの、その場に集まった方々がみんな、カメラ好きだっていうことであれば多少やってもいいかなって気はしますけどね。ゲーム実況の裏話的な話は絶対出ると思います。はい。基本的にあの、ニコニコ動画は流していいことになってると思うんで、だから自分の動画はね、多分流せるから、はい。それは、やれると思いますね。編集ソフト今までどういうの使ってた？あ、そういう話は全然、はい。できますね。はい。あ、お父さんが秋田に行った。5体満足で戻れればいいですけどね。リサイタル、リサイタルか。3部で泥酔したらなんか歌い出すかもしれないですけどね。まあ、あのもしあのそれが希望な方はもう俺にどんどん飲ませればいいんじゃないかな。MC とかいないんじゃない？わかん、全然わかんない。あのね、割とね、教えてくんないんだよ。でも、多分いないんじゃないかな。うん。まあ、完全に進行俺じゃないか、だから。うん。目の前で、ツボマシンガン編集は、編集機持っていかなきゃいけないからな。パソコン持っていけないな、さすがにね。俺の理想のおっさん像。いやー、それはね、考え直した方がいいぞ。もう一人の方はちょっと僕存じないから分かんないですけど、間違いなく俺の方は目指さない方がいいぞ。危険だから、本当に。ここにはお早めに、本当に、はい。ニコニコのイベントとか行ったことないわ。行ったことないわ。これね、ニコニコバーって言いながら多分ね、ドワンゴとは、ちょっと俺聞いてないですけど、関係ないと思いますよ、ここ。一応ね、許諾は取ってる可能性はありますけど、ニコニコ動画っていうか、その、ドワンゴのイベントじゃないですからね、これ。そこちょっと、割とね、間違いやすいとこですけど。俺が間違ってる可能性も若干ありますけどね。多分違うと思いますよ。これパーティー、あれ編成できない、キャラクターいません。まあいいや。ちょっとなんか意外と皆さんご意見くれるからちょっと答えていきましょうか。したらオズワルドのモノマネ講座、あー、いいかもしんないね。恋愛遍歴とかその辺もね、その、やっぱそういう話題は多分3部かな。若干、軽く一部で触れてもいいけど、凹むぞ、お前ら。うん。なんかね、多分場の空気どんよりするだけだと思いますけどね。はい。食事やお酒は注文しながら、あの、だから、2部3部はそうなると思うけど、でも、コースって書いてるから、基本的には決まったマンが出てくるんじゃないか？きっと。
ちょっとね、これね、俺もその辺詳しく伺ってないのであれですけど、はあ、初にはまだ再婚 しないと罰にいつってのは分かんないですよね。はい、あ。予定時間に追われる、いや、さすがにちょっと一応時間であれですね、中30分だもんな、結構厳しいな中30分で俺あれか、もうお昼から17時半までほぼぶっ通しなんだな意外ときついな。まあなんとかなるか。その間俺喋りっぱなしでいられるんだろうかっていうね。まあまあ言ってもでもね、15、6時間連続配信とかも、あ、でも中1時間ぐらい休み入れてるか、うん、一応クリアするまで放送とかもやってますけど、ね、まあでもね後半のあのフラフラ感ったらないからな多分だから3部ね、俺ね泥酔するまでとかって言ってるけど、もうほっとすぐ酔うと思うよ俺。ああ疲れてて割と速攻でなんかね、あのあれみたいになると思うよ、あのダークソウルのあのなんか泥酔パートあるでしょ、あんな感じになると思うよ。あのすっげえなんかね、その時になんか絡みやすいやつね、あの残念王みたいな感じの絡みやすいやついたらめっちゃ絡むと思うよそいつにすごいめんどくさい感じになると思うから、あの誰か止めてね、そうなったらなんだ君はとか言いながらあーんってこう行くと思いますから。あ、大丈夫。そう、あのね、今このユンケルさんっていう方、670番さん、この方ね、あの、前に札幌で、あの、オフ会やった時に、あの、お越しいただいた旭川のおっさんなんですけど、このおっさんね、ものすごい体格が良くてですね、多分この人だったら僕のこと止められると思うし、で、この方あの、1部、2部、3部と来てくださるらしいので、大丈夫です。あの、ストッパーいました。ストッパーユンケルさん。あの、もし、あの、私が制御不能だなーってこう感じになったら、ユンケルさんにちょっと一声かけていただけば、はい。止めに入っていただけますんで。はい。ユンケルさんがあの、ストッパー係っていうことで。あ、よかったよかった。それ決まっただけでも。うん、いいんじゃないでしょうかね。一応でもなんか決めようね、3部も。ただの飲み会ってわけにいかないと思うから、多少酔っててもこう成立するような何かを一応考えていきますわ。はい。あと1部だな。1部もうちょっと具体的になんか決めるのと。まあ2部はちょっと初見だから、初見プレイしたいから、あんまり事前に調べちゃうとどうかなって思うんで、2部はあれだな、機材ちゃんと、うん、できるようにだけは気をつけて、うん、そんな感じで、はい、いいでしょうかね。生きてよ、いや、ぜひお越しください。ちょっとなかなかね、まあ、あの、北海道の方、あの、本州の方のこと、本州の方を内地って言うんですけど、あんまりちょっと僕もね、逆にそっちにいた人間だから、内地っていう言い方が全く馴染まないんですけど、まあ、内地からね、あの、蝦夷にね、蝦夷地へ、来るのも、ね、なかなかちょっと大変ではあるんでしょうけど、まあ、これね、秋田でイベントだったらなかなか俺もね、人ぜひ来てとかってなんか何もないから、
非常にプレッシャーが高いので、なかなか言いづらいところではあるんですけど、これ札幌なんでね、しかもすすきのなんで、はい。お店の場所がっちりもすすきの、まあ、若干外れの方ではありますけど、まあ、いや、外れでもないか。うん。がっちりもすすきの圏内ですんで、楽しめる場所だと思いますんで。はい。そうですね、旅行のプラン、非常に立てやすい場所ではあると思います。そうですね。まあ、ちょっと僕もこの辺りのね、スケジューリングは、一応ね、もちろん19日なんで、19、20日と休みは取ってるんですけど、ちょっとね、年末、ちょっとまたグラグラっとこう、僕の身の回りがちょっとグラグラっとこう、ざわざわっと今なっててですね、非常に俺もね、イベントはもうやるって言ったからには何が何でもやるんですけど、プライベーティーな方がですね、ちょっとそのあたりだいぶね、揺れ動いてる可能性大でして、ちょっとその辺の重大発表みたいなことをいきなり第一部でやらかすかもしれないですけど。エッチなお店多分いっぱいあると思います。僕、行ったことないですけど、お金ないんで。はい。すすきのなんで。はい。エッチなお店入らなくてもね、お店の前のその看板あるでしょ？もう看板見るだけでめっちゃおもろいから。それだけでも全然ね、写真撮ってお土産で持って帰ってってっていうぐらい。いいんじゃないですかね。で、ちなみにね、だから3部の終わりが19時半なんで、はい。そっから、このイベント終わってから、じゃあ本格的に飲み行くぞってね、皆さん、行けるんで、全然。はい。本当に観光の、まあ、一つのこう、一個のイベントのうちの一つとして捉えていただいて、こう、組んでいただけたら、いいんじゃないかなと、思うんですけれどもね。はい。まあ、そんなわけでございまして。あと特になければ。一応今、モロウィンドウの編集が、一応1個に、2個ぐらい終わったから、今晩、また YouTube と、ニコニコは明日の朝かな？うん。多分ね、4話か5話ぐらい、また、モロウィンドウ、ポンポポンと、アップして、その後に、ダンジョンキーパー、最終面ですね。これを、ちょっとまだ全く撮ってないんで、これから撮る感じなんですけど、はい。実は明日お休みなんで、はい。明日、まあ、これから撮っちゃうか、明日撮るか。いや、今から撮ったら無理だな。明日だな。ダークソウル2の DLC はもうずーっと撮ってますよ。はい。黄色いおっさんとね。なんでまたまあ、キヨの動画、なんだっけな、なんかの動画で、一応、公開しましたけど、キヨの方で、やるんで、編集ね。それはダークソウル1の DLC と一緒です。はい。だから、ダークソウル2の DLC、この間キヨがね、言ってた、放送で言ってたんですけど、彼曰く、多分夏ぐらいじゃねえかって言ってましたよ。だって、やっとあれでしょ？あれ終わったばっかりでしょ？サイコブレイク、キヨ。ああ。で、多分その報告してんじゃないの？今放送やってんでしょ？あいつ。サイコブレイク終わっていよいよ、ブラッドボーンの実況を上げ始めますみたいな話してんでしょ？きっと。その次だから。ブラッドボーンが終わんねえと。うん。
できないから多分な。っていうかまだ終わってねえから DLC、 まだ収録中なんで。まあね、週1の収録だとまあやっぱね、どうしても長くなっちゃうんですけど、自分一人で撮るときはね、隙間隙間の時間でね、撮りだめることできるんですけど、二人だとどうしてもスケジュール合わせてやんなきゃいけないんで、なかなかそうパンパンとは終わらないんですけど、はぁ、あ。で、ちなみに、これもう多分 QO の方で言ってたから、あ、言ってたよな、言ってたと思うんで、あれですけど、DLC って言いながら、DLC だけじゃないんで、一応基本的に2周目ですから、はい、ダークソウル2を2周目プラス DLC を攻略みたいなことなんで、一応頭から全部取ってるんですよ2周目、はい、なんで時間かかってるっていうところはありますね。まあ、ただ所詮2周目なんで一周目とほとんど変わんないじゃんっていう部分あるでしょ。で、まあ、これも別に動画としてどうなんだっていう部分は、もうバッツンバッツンカットしていくって言ってました。DLC 以外のところはね。で、だから DLC がメインになるんですけれども、一応2周目で、一周目と、あれこれ違うじゃんとか、そういう部分は多分、編集としては残していく部分になるんじゃないかな。まあ、ちょっと編集も規模がやるんで、どうなるかわかんないですけど、まあ多分そんな感じじゃないでしょうか。うん。あ、サイコブレイクの高難易度やってるんだ。あいつなんかゲーム実況やるの久々じゃない？もしかして。配信でね。あ、ブラボーお疲れ様ありがとうございます。うん。ああ、奴隷縛り3周目見終わっててね。ありがとうございます。そう、割とね、奴隷縛りは、周回していただいてる方、ね、何周見ましたっていうのをおっしゃっていただいてね、すごく嬉しいんですけどもね。うん、あれ、たまに自分で見ても笑うもんな。もうね、人事のようですよ、もはや。このおっさん暇だなと思いながらね。うん、まあまあまあ。ああ、もうでも10時回ったのか。じゃちょっとそろそろ、モロウィンドウの編集に戻りたいと思います。はい。今日なんか後半、ちょっと全然ただの、イベント告知&雑談になっちゃいましたけども。はい。ちょっとまたね、レトロフリークに関しては、ちょいちょい、アップデートとか、あるいは新しくまた、レトロゲーム買ったよっていうタイミングで、なんか配信でね、みんなと動作確認していきたいなと思いますんで、はい。またお付き合いいただければと思います。まあ、半分雑、こんな感じで雑談みたいな感じになると思いますけど、はい。そんなわけで、なんかお腹痛くなってきた。はい。ちょ、イベントの方もね、ぜひぜひ、遊びに来てください。ということで、お疲れ様でした。アンバサー、ゲリバロじゃない。アンバサー。